ちこんにちは、豊さん。はい、はい、交流戦の2カード目が終わりました。終わったね。はい、はい、また今回は、振り返りたいと思うんですが、はい、次のカードの予想はしますか？好評につき、好評でもないかまあやっぱりこう当たらない割には、ね、当たらない割にはちゃんとしてるよって。そうですね、予想に関しても当たる当たらないは関係なく分析した上での、そうそうそう、豊さんの分析を踏まえた上での予想なんで、もちろんそれを聞きたいっていう人もいらっしゃるので、少数派ね少数派に向けて、そうですか ね頑張りたいと思います。でも、はい、今回はまたちょっと試行錯誤しているところで、はい、振り返りながらその後に今回のピックアップしたいニュース、ね、まあ、ニュースこれは取り上げたいというね、ぜひとも、はい、っていうのを多分いくつかあるんですけど、その中でも、うん、豊さんがまあここに触れておきたいなっていうことを、うん、ちょっとピックアップしていきたいですよ ね。では振り返りをまずしたいと思います、はい、まず西武対阪神のカードです、はい、これは阪神の2勝1敗です。そうだね、はい、まあ、西武から話すとさ、はい、まあ、コロナが出たりだとか、まあ、最後若林が怪我したりだとか、ね、やっぱもう大変なんだよねチームが、うん、なんかチームが悲鳴を上げてる、まあ、その中でも愛斗だとかそういう使われた人間、まあ、ウーネンティンでもそうだけど、まあ、頑張ってるよね他の ベテランももちろん頑張ってるんだけど、はい、でもちょっと戦力的にはちょっとこれから落ちていくかなっていうふうにちょっと心配をしている、うん、はい、まあ、辻監督もすごくね、落ち着かないということで、そうだね、まあ、そうですよね、うん、で阪神の方、はい、まあ、大味なゲームで2勝したんだけど、はい、この中でやっぱもういい、もう阪神すごいなって思うことがある。これを後で話します。はい、わかりました。じゃあここはもうさらっと言っていきましょうか。さらっと言っていいと思うね。はい、わかりました、はい、では次がソフトバンク対巨人、はい、はい、これもちょっと豊さんは注目っていうふうに言っていたカードですね。結果がソフトバンクの2勝1敗、はい、なんと708日ぶり、そう、巨人がついにソフトバンクに勝つことができました。708日ぶりだよ、はい、長かったと思うよ。そうですね、もうやっぱりこうニュースにもなってましたけど、うん、まあ、元ヘッドコーチとかも、うん、やっぱソフトバンク戦っていうとベンチが重い空気になるっていう風に話されてたので、やっぱそういう意識はあるんでしょうね。 そうだね、うん、それとね、無観客でやってるわけヤフオク動画、はい、これはね、やっぱ暗さがもっと強調された、うん、まあ、その中で岡本が打ったりだとかさ、うん、中継ぎは本当に頑張ってね、まあ、3戦目で勝ったけどさ、まあ、やっとこれで少しは落ち着けるかなという、この一勝というのはなんかこう、うん、とても大きな一勝になりそうな気がするんですけど、まあ、そうだね、どうですかね。まあね、うん、口を黙らせるっていうのがあるじゃない、また勝てなかった、もう何連敗とかさ、何十連敗とかさ、はい、いうふうになってきてたから、まあ、この一勝歯止めが効いたっていうのはさ、はい、まあ、良かったかなと思う本当に、うん、選手たち、また原監督にとってもこうすごく収穫のある一勝だったんでしょうかね。まあ、すっきりはした勝ち方ではなかったけど、まあ、そうですけど、でも勝てたっていうことが、うん、勝てたっていうことが、うん、まあ一安心だよね。内容はともあれ結果一勝ということが、うん、そうだね、まあ良かったよね、はい、でソフトバンクの方は、はい、やっぱポンポンホームランが出てる、うん、だから、まあ、ちょっと投手陣が少し弱い部分はあっても、はい、まあ、打撃で返していけるかなっていう。ここのところ豊さんの見返りでもソフトバンクはちょっと打撃が不振っていうような話が、そうだね、なくなっては出て、なくなっては出てっていう感じがしてたんですけど、うんうん、また調子が上がってきてるっていう感じ、ね、そう、 DH に長谷川使ったことによって、はい、ちょっと打線に厚みが出てきてるしね、うん、だから、まあ、今後楽しみになってくるけどね、うん、はい、はい、では次いきます、はい、はい、ロッテ対広島です、はい、これはロッテが2勝1敗です、うん、広島の方は林が初ホームランを打ったりだとか、うん、はい、森浦が初勝利、プロ入りね。森浦はもうほんと中継ぎで一生懸命投げてってね、ルーキーで、うん、やっと勝ちが来たかって、あ、この一勝が報われたなっていう風な、うん、もう感じもするし、はい、ただ広島はまだまだね、チームが落ち着かず、
そうですね、来週くらいからこうコロナで離脱していた選手が菊池選手だったりとか、うん、小園選手だったりとかが戻ってこれるんじゃないかなっていうニュースが見えましたけど、まあ だね、だからメンバーが揃うと、まあ、一つの落ち着きが出てくると思うけども、ね、やっぱちょっとバタバタ感があったよね、ロッテとの対戦してる中でね、はい、でロッテの方はエチェバリアっていうね、はい、ちょっと打撃不振だったんだけど、まあ3本打ったりホームラン打ったりだとかさ、それも全部高めだったんだけど、はい、あの右方向にね打てて、まあ一つのきっかけを作ったということ、はい、それと安田がちょっと先発から外れてたんだけど、はい、使われたら結果を出したという、だからロッテはなんかねやっぱり上り調子に来てるね。はい、では次いきます、はいはい、楽天対 DeNA、はい、こちらは1勝1敗1分けということでした、はい、まあ、楽天の方はさなんか勝てるチャンスもあるのに、なんかもう一つ打線がつながらないとかさ、はい、まあ、このピッチャーを立ててるんだから絶対勝てるだろうっていう風に送り出してるのが、まあ、マー君とかね引き分けだったりだとかさ、はい、だからなんかすっきりしないよね楽天が、うん、で DeNA の方はせっかくチャンスを作りながら不可解なサインで、うん、なんかサードランナーが飛び出したりだとか、2戦目の9回のそうだね引き分けたゲームだったんだけど、まあだけどなんかがそういう不手際があるとさ、どうしても勢いに乗っていけないよね、うん、だからここら辺はやっぱもうちょっと徹底してほしいなっていうふうに思うよね、はい、はい、交流戦に来て DeNA もこうすごく調子がよくそうだね来ているので、うん、せっかくこの上向きな上昇に乗っていきたいところですよね。そうなんだよ。でこのまま交流戦終わって、あれ今までの感じと違うなっていうところで、うん、そうだね行きたいところですよね。まあ打線がねやっぱこうつながり出してるから、はい、まあ期待は出てきてるけどね。はい、はい、では次オリックス対ヤクルトです、はい、これはオリックスの2勝1敗です、うん、オリックスは増井という投手が投げてさ、はい、ヤクルトに勝てば、うん、全試合、全チーム、12球団全チームに勝利、はい、全チームからセーブっていう、これやった人がいないわけよ。すごいですよ ね、 ね。で、3戦目の時さ、試合は勝ったのよ、はい、勝ちがつかなかった、はい、途中まで勝ちの権利を持って降りてたんだけど、一時期同点にされたりだとかして、うん、勝ちがつかなかった。これはね、もったいない記録を逃したなと思ってね、はい、ちょっと見てた、はい、でヤクルトの方はやっぱ小川っていうのがすごく安定してて、うん、はい、あの心強さは感じたんだけど、やっぱ石山だね、うん、石山が配置転換して抑えからクローザーになってるんだけど、はい、やっぱこう接戦になったりだとかするとやっぱ打たれる傾向にあるということ、まあ、そこら辺を修正点としてなんかこう見直さなきゃいけない、そういうカードになったよね、うん、オリックス戦はね、はい、はい、では日本ハム中日戦です、はい、これは中日の2勝1敗です、はい、やっぱさすがにね中日っていうのは12球団防御率が一番いいだけあって、うん、やっぱ投手陣が頑張ってる、はい、まあ、打者陣ではビシエドが頑張ってたりだとか、はい、まあ、安倍が多少こう調子が出てきたかな、うん、それと44歳の福留が1試合4安打というね、はい、大活躍でした、うん、だから、はい、まあやっと少し点を取れるようになってきたかなという、ね、うん、感じがする。それと日本ハムの方は伊藤がやっと楽なゲームで勝てたね、うん、いつも接戦してて苦しんでたのが、はい、まあ、ルーキーの伊藤、ね、あの2勝目がついて、はい、まあ、良かったなというゲーカードだったよね、はい、ということで中日はこの交流戦はまだ1位を守っています、うん、そうだよね、はい、で2位にロッテ、3位 DeNA、はいはい、で以下オリックス、巨人、阪神、ヤクルトが同率の4位で、はい、ソフトバンク、楽天が8位、はい、日本ハム、そして西武、広島というふうになっています。そうだね、まあ、背の17勝、パの14勝、はい、まあ、背がリードしてるというね、うん、うん、まあ、セ・リーグ頑張ってるなと思うんだけど、はい、まあ、その中で、はい、阪神にちょっと触れたいんだけども、はい、さっき、言っていた豊さんの、うん、ピックアップポイントですね。そう、はい、阪神はねこれからね投手王国にさらになっていくんじゃないかなというふうに思うよ。やっぱ1戦目に、まあ、中継ぎで投げた斉藤というのが、はい、プロ入り初勝利したんだけどもさ、はい、ボールに力があるわ。うん、3年目のそうそうそう、はい、それとねボールの質が重い。うん、だからこのピッチャーは
やっぱこう勝っていけるのかなっていう風に、で重要なポイントでもやっぱ同郷が座ってるし、はい、まあ、社会人経験してるしね、はい、まあ、26歳というねあの年だし、うん、なんかこうまた新たに一枚加わったなっていう感じがした。それと2つ目はい及川、はい、こちらもピッチャーです。横浜高校、はい、高校時代はビッグ4と言われたんだよね。はい、ビッグ4というと奥川、はい、西純也、はい、佐々木朗希、及川なんだよね、はい、なんかこう華やかな人、そうだよね、人々です。でこのビッグ4が、はい、揃って1勝してるという、まあ、はい、奥川は2勝してるけどね、うん、最近あの豊さんの動画でも必ず触れている、出ると触れている選手が、そうだよね、はい、でね及川はね左ピッチャーで、はい、やっぱ力があるわ、うん、それとやっぱ器用、やっぱ投げ方が器用だわ。でこの投げ方が器用だっていう選手っていうのは、はい、ボールにも力があって、うん、あのなかなかやっぱ打てないよ。さっき言われてた斉藤投手も、まあ、うん、まっすぐなんかも力があるっていうふうに言われてるのと、ま、タイプが全然違う。やっぱね、うん、ボールの重さと力で斉藤は来るけど、はい、及川っていうのはかわすこともできる、うん、だから ものすごくねなんか大気の片鱗というかさ、うん、だこういう選手たちが育ってくると阪神はものすごく投手王国になるよ、ね、楽しみだよね。はい、うん、そうですね、この今回の勝ってこの2人の投手が初勝利ということですもんね。だから阪神にとってはすごい、西武戦は、はい、西武のカードは収穫があったよね、はい、まあ、試合は褒められたゲームではなかったけど、はい、でも勝ち切ったということがすごいよね。はい、それともう一つどうしても忘れちゃいけないのは佐藤でしょう、ね、投手が素晴らしいと言ったら佐藤選手はなんと、うん、1試合3本のホームラン。そんなことありますかね。長嶋さん、うん、長嶋さん以来だってね、ルーキーの。すごいですよね。で何ですか手作りなんだけどさもう少し上ですかね。もうこうね、で1って書いてるのが1本目のホームラン、はい、これフォークね、はい、外寄り、はい、これが佐藤が立ってる位置だから。で2がインサイド寄りのまっすぐで、3がアウトハイボール球のホームラン、うん、これを解説していくと、はい、パッと見ただけでも全然こうコースも球種もっていうか違うところを、ね、でね、ホームラン、ここを打った時、はい、ね、高橋コーナー、オープン戦でもホームラン打ってんだ、だから相性はいいと思うんだけど、はい、ここの外寄りのフォークをさ、はい、片手で放り込むんだよ。これ3本とも違うところに打ってますもんね。違うところ、このフォークはセンターバックスインの右側ね、はい、ライト寄りの方向に打ってるんだけど、はいはい、片手で持っていく。それもなんていうの、片手で振ると畳みたくなるんだけど、はい、それをセンターの方に押し込んでいけるんだよね。だからこれはね、やっぱ技術がないと、あと膝の使い方がうまくないとできないバッティングなんだよ。で2本目、はい、これはね、うん、ちょっと詰まったんだよ、はい、詰まって強引に行くんじゃなくて押してるんだよね、ボールを。押して引っ掛けないように、はい、引っ掛けたらゴロかポップフライになるんだけど、これを押し込んで今度はセンターの左に入れてるんだよ。だから恐るべきパワーだよこれは。だから高橋コーナーって角度もあるし力もあるからね、はい、ボールに、はい、で最後ギャレットからのホームラン、はい、このフォークボールをどん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 投げられてプン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 空振りしてたの、はい、あ、これはダメだと思ってたわけ。これは絶対打てないわと思ってたので、もう一球行くかなと思ったら森がインサイドに構えたんだよ、はい、その瞬間にまっすぐだと思ったの、はい、どうするかなと思ったら、ここの150キロ超えるボールだよ、はい、これを佐藤はアッパーで打つようなイメージがあるでしょ、はい、それが上からパーンとバット落としたんだよ、はい、そしたらホームラン、うん、この技術を下から打てるのと上からパーンとバットが出せるバッティングがルーキーでできるっていうのは半端ない。もうそれは瞬時に対応してる、瞬時に対応してる、これね、瞬時に対応できるっていうのはもうセンスか、やっぱそういう練習をしてるということなんだよ。だからこのホームランには驚いた。で散々この落ちるボールで攻められてて、はい、ツーストライク取られてるんだよ、はい、そしたら普通このまっすぐには絶対遅れるんだよ、うん、
だけど彼は速いボールを待ちながら最後までこの落ちるボールに対応しようとしてたことがすごくわかる、うん、だからあんまり考えてないんだよ。考えもう本当に考え方はシンプルで、来たボールに対して打つという、うん、落ちるボールが来る、そんな当たり前だと。だけど速いボールが来た時にもコンタクトするよみたいな、そういうことが見えたこの3本のいろんなホームランなんだよ。だからね、この3本のホームランでも内容がある。3本のホームランの間々、例えば2打席目4打席目っていうのは三振じゃないですか。多分その三振もこれに生きてるんでしょうね。生きてると思う、ね、だからホームラン三振、ホームラン三振、ホームランっていう、三振かホームランだから、はい、魅力あるよ。すごい潔いそうですね、内容になってますよね。どっしり感あるよね、ルーキーで、はい、だから、まあ、例えば斉藤、及川、はい、西純也、こういうのが育って東証国作って、はい、柱、佐藤がバーンといる。阪神の強さはこれからもやっぱ続くって思ったよね。うん、いやー、いいものを見せてもらいましたよ。はい、もう今回はもう投打ともに阪神ピックアップすべきニュースがたくさんありましたね。だって若いピッチャーで一番薬になるのは、自信になるのはやっぱ勝ち星だよ、うん、どんな時であっても、はい、それが2人だから。でその前は、ね、交流戦入る前は西純也だから、はい、もう3人初勝利上げてるんだよ、うん、まあ打線の力もあるにしても、はい、やっぱ彼らの自信っていうのはこれからも続いていくと思うよ、うん、はい、はい、ということで、はい、振り返りはこのような感じですかね、はい、そうだよ、はい、大好評につき予想だよ予想をしていきます、はい、では、次のカード、はい、1試合ずつ言っていくから、はいはい、ではまず巨人対西武、はい、これはね、一つソフトバンクに勝てた巨人の勢いが少し出てくるかなという、うん、はい、それと西武はやっぱ怪我人とコロナ、これで結構苦しむと思うから、うん、2勝1敗、はい、巨人の2勝1敗ですね。巨人の2勝1敗、はい、はい、次次ですね、はい、DeNA 対ソフトバンクです、うん、でね、球場が狭くなるでしょ、横浜でやるから、はい、で長谷川を DH からどうするのかなっていうところはあっても、はい、やっぱ使うと思うんだよね、うん、調子がいいから、はい、で柳田でしょ、栗原でしょ、はい、やっぱホームランを打てるバッターがたくさんいる、はい、まあ、DeNA も負けてないとは思うんだけども、はい、やっぱ先発ピッチャーの質を考えた時に、まあ、ソフトバンクの2勝1敗かなっていうふうに思うね。交流戦では、うん、こう DeNA の方がいい成績なんですが、うん、ここは、まあ、ソフトバンクの今の調子も考えてっていうところですか。そうだね、まあ、はい、調子も上がってきてるからね、はい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 、はい、次がヤクルト対楽天です。はい、まあ、ヤクルトの2勝1敗、はい、まあ、ヤクルトの打線っていうのはやっぱ大したもんだよ。で塩見っていうのがもう1番で固定して使われるようになってきて、うん、はい、まあ、足も使えるし、うん、まあ、非常にいい働きもしてるしね、まあ、楽天の方は勝てるだろうっていうピッチャーが計算がちょっと狂ってるんだよね。ヤクルトの打線って本当にいいからさ、だからそういう意味では DH も削られるし、だからヤクルトの方が有利かなっていうふうに見てるよ、はい、セ・リーグのルールになるのでってことですね。そうそうそう、わかりました、はい、ここはヤクルトの2勝1敗ですね、はい、はい、次が中日対ロッテです、はい、ここがね、はい、最大の面白い注目なんだよ。まあまあ交流戦でも1位2位のね、はい、まあ、天王山と言ってもいいぐらいのカードだから、うん、まあ、予想はロッテの2勝1敗お、そうなんですね、うん、はい、でロッテのピッチャーもまあそこそこいいよ、うん、でね、一番はロッテの点の取り方がうまい、はい、今年うん、で足も絡めてくるし、はい、木下っていう阻止率が高いキャッチャーが中日にはいるんだけどさ、はい、まあ接戦になった時にやっぱ井口監督の手の打ち方っていうのがやっぱいいわ、うまい、だからそのうまさで、はい、ロッテが2勝1敗かなっていう。じゃあそこは僅差かなという感じですか。まあ僅差僅差、はい、これはやっぱり防御率1位のとさ、うん、12球団ね、はい、その今年は本当に得点力が上がったロッテの戦い、はい、で交流戦1位2位、はい、これはねやっぱ目が離せないよね、うん、はい、なるほど、はい、では次が、はい、阪神対オリックスです。まあこれは阪神の2勝1敗かな。これはあの大阪ダービーだからね。そうですね、あ、だから結構お客さんが
入れるんだったらものすごく盛り上がるカードだと思うんだけどさ、うんはい、やっぱ阪神の投手力と、まあ、オリックスの打線それと DH がないっていうところがさ、はいまあ、どういう作戦を取ってくるのかなっていうね、うん、やっぱりこうやっぱ DH がない野球っていうのはさすごく監督の采配が光る場面っていうのが多いんだよね、うん、ピッチャーの交代とかも行って手が遅れたりだとかさそういうところでなんかオリックスがもたつきそうな気がするんだよ、うんで矢野監督の方がやっぱこうスパッと手を打つのが早いしねで足も使えるしだからそういう意味では、まあ、阪神優位と見てる。なるほど、はいはい、では最後が広島対日本ハムです。はい、はい、やっぱり地元の離島日本ハムがやっぱ打線が弱いよね。うんでその中でまた DH が使えないということになると一人削るということね、はいまあ、広島はロッテといい戦い方してたんだよ、はい、戦力が落ちてもね、うんはい、だからそういう意味ではチーム その和というものを感じ、うん、広島の2勝1敗にはしてるけどねただ次のカードからは DH が使えないだけに、はい、やっぱセ・リーグの方が有利なんだよね。なるほど、うんはい、やっぱ慣れてるということもあるし、うん、やっぱデータ的にもロードで弱いんだよセ・リーグって、はい、やっぱ DH を使った時に、はい、で DH に慣れてる選手もいないから、うん、打率が低いんだよねそこら辺が、うん、でもパ・リーグとそこら辺の大きな違いでもその DH の選手が出れないっていうことになるとなんかセ・リーグ有利に働きそうな、うん、まあ今予想はしたけどね。はいはい、分かりました。どのような感じになるのかまた楽しみですね。まあそうだね、はい、まあ西武が心配なのとうんねえそうですね、戦力がねどん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 削られていくのと、はい、それとやっぱ最大の注目は中日ロッテ、うんまあ、ここら辺の 1-2 の戦いまた楽しい野球が見れると思いますよ、はい、またこの順位もどのように変動してくるのかも楽しみですね。そうだよ予想したからね、はい、予想しました、はい、はい、ね楽しんでください。はい。